第18回、全日本高等学校女子サッカー選手権大会は、2009年7月25日から8月1日まで、開催される、全日本高等学校女子サッカー選手権大会の2009年度、大会である。時は目学園高等学校が、上村学園高等部を破り、昨年度大会に続き2連覇を達成した。 一回戦、岩田東高等学校女子サッカー部と岡山県、作用高等学校女子サッカー部との試合、チーム1部位、チーム2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 、チーム1 v チームに、チーム 1V、チームに、チーム 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 1V、チームに、チーム1チームに、チームチームに、チームチームに、チーム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 2、チーム 1V、 チームにチーム 1V、チームにチーム 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 1V、チームに以上、大会公式プログラム、日本サッカー協会2009。P3 時は目学園校より優勝カップが、変換され、福井工業大学附属福井校首相の山本、未来が、 選手先生を行った。静岡新聞2009.726長官 P11。ありがとうございます。